ちは。今日はテクニックシリーズ第2弾、ロブボレーやっていきたいと思います。特にこうボレー戦になった時とか相手を崩そうって時にはこうボレーの中でもロブをうまく使って下げさせると結構足元とかね、ネット前とか空いてくるので、ロブボレーうまく使っていきましょう。打ち方は、まあ、ボレーの通常飛ばしていく場合は少し面が立った状態で前に押していくんですけど、ロブボレーの場合は少し上向きを強めにしてボールの下を触ってあげると上に飛んでいくと、まあ、あとはボールのスピードによってボールが速ければちょっとこう上向きすぎるとつるっといっちゃうので少し受け止めながら上向きを作っていくという動作を、ね、入れてもらうといろんなボールのスピードに対応できるロブボレーが出ると。まずは今日は基本の打ち方をやっていきましょう。いかがでしたでしょうか。バックもフォアもちょっとやってみたんですけど、この上向きを作って当てるところから少しフォローする前に押し出していく動きでちょっと、ね、コントロールをしていきましょう。あとはこの長さをもし大きくすればもっと長くなりますし、ちっちゃくすれば小さくなる。ちょっと自分のポジション、立つ位置によって多少コントロールもしながらやっていくと、あとはもっと投げてくればボールが強ければもう少しスライスをこうかけたりとか、弱ければちょっと弾かないと飛んでいかなかったりとかっていうのは出てくると思うので、その時に合わせて、少しこう投げてきたらコントロールをしてみてください。はい、ではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。